皆さん、どうもこんにちは、しおりです。今日は溝の口で足ご酒、いつしかね、だいぶ前に溝の口はしご酒やりたいよって話してから、もうだいぶ月日が経ってしまったのですが、やっとやれます。お待たせ。結構個人的にも飲みに行く街でもありますし、こう穴場的なお店も多い、そんな溝の口ですが、今日はこんな明るいうちから3軒やらせてもらいます。ということで行ってみましょう。はい、来ました、ウォーズマンさんです。なかなかウィットに富んだお名前ですが、ここはね、もう溝の口で飲む人ならば皆さんご存知でしょうというぐらい、予約で毎回いっぱいなお魚のお店です。それでは早速乾杯。いや、私お魚始めってかなり好きなんですよ。なのでこれからまみれていきたいと思います。フィッシュフィッシュフィッシュで、こちらメニューですね、オーソドックスなドリンクもさることながら、たくさんの日本酒たちでして、もちろんこれでもかというほどの魚、そしてお通し、目に優しいグリーンです。お通しは選べる3タイプ。私はお兄さんおすすめスナップエンドウをいただきましたが、超プリプリで絶妙な茹で加減。そしてここに来たのにゃ、これ頼め、おつまみ3点盛り。このボリュームで1078円。いや、これらはですね、一応単品でも頼める風になっているんですが、単品で頼んだら750円とかそれ以上するやつもあるんですけどね、それも含めてもお値段変わらず1078円ということで、じゃあ絶対金価高いやつ頼んだ方がいいじゃんと思ってしまう私なのでした。で、来ましたよ、お魚串です。これなんて贅沢にマグロ頬肉の間にネギですからね。やっぱり冷えてるお刺身をね、食べているとあったかいお魚にありつきたくなるので、そんな時ね、こういうお魚串あるとめちゃくちゃちょうどよく良いのですな。はい、って思わずの2杯目。本当にね、何食べても美味しいし、見た目も綺麗だし、あとあれです、店員さんの活気がすごくて、まるで市場にいるかのような感覚で飲めるので、本当におすすめ、ぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。そしてお次は激エモのこちら、溝の口にはですね、こんな感じで線路横のところに激渋な通りがあるんですよ。その中で今日はいろはさんというところにね、来ました。もうこういうところだから串焼き一本勝負かと思いきや、はい、こんなちょっぴりおつまみ系もございます。で、また線路が通るたびに風が吹き抜けるのもいいんですよね。ってことで乾杯。こんな風に
かなり人通りが多いのも面白いポイントですね。はい、まずは、焼き物が焼けるまでの前座、からし菜おひたし。これね、結構容赦なくからしの攻撃が来まして、お酒が進むいい小鉢です。そうしたらばがに、串4本参りました。これらの串、安いし美味しいしっていうのはもちろんのことなのですけども、なんといってもこのノスタルジーな風景、これぞ映え。だんだんと南部線が江ノ電に見えてくるような、そんな気分で串を食らい、ハイボールを飲む最高のひとときが味わえます。ここの通りにもう一個カトリアさんっていう串屋さんがあるんだけど、そこもねかなり人気みたいで、今日入ろうとした時にはもうすでにいっぱいだったので、次狙いたいと思います。お天気にも恵まれ、最高なロケーションでの2軒目でした。ごちそうさまでした。では名残惜しくもラスト、こちら。ここは結構前から気にはなっていたんだけど、この度入店ということで、私がね目星をつけていただけあり、とっても使い勝手良さそうな大衆居酒屋さん。お客さんもねもうほぼほぼおじいたんたちだらけで、皆さん将棋愛好会の帰りかなーなんて勝手に思ってたんですが、はい、ということで、お通し大好き、こういう系ね。で乾杯。はい、珍しくウーロンハイにした理由は HH です。 Happy Hour。 どうやらこちらはお茶割り全般 HH っぽかったので、お茶割り必見、お茶割り好きは必見です。で早速来ました、ここの名物十文字焼きです。まるで何かを隠すかのように覆いかぶさっている卵ですが、これを剥ぎますとそこには大量のキャベツ。これね、こんだけ量あるんですけど、中がキャベツっていうのと、あとソースのかかり具合が絶妙なのか、全然飽きが来ずバリバリむしゃむしゃと無心で食べられました。でね、ここで働くママさん方が本当に皆様いい方で、こう私これ一人で食べるからさ、みんな食べれるとか言ってね、気遣ってくれながらのお食事になったね。あ、これはこれもカツオ、これもね、これならハーフあるよとか言って教えてくれたりとか、本当になんだかあったかい居酒屋さんでしたね。そんなママさん方の心配をよそにですね、私完全余裕でこちらの十文字焼き食べきりました。でね、食べきったねってすごい嬉しそうにみんなが声かけてくれて、私とっても幸せです。今度は首都と来てね、いろんなメニュー網羅したいなと思わせてくれる昔ながらの居酒屋さんでした。ごちそうさまです。はい、ということでいかがでしたか。地元の方からも愛されるとっても飲みやすい溝の口、
次はあなたの町にお邪魔するかもしれません。それではじゃあのー。